停電、まあ、あれなのもありますね。それから3つ目が、仕事に直接関係するもの、その何かをするわけでしょ。で、何かをするのが仕事だから、経営だったらこう仕事ですね。3番目が仕事、これ仕事ですね。でこの3つが大きくある。ですから意欲と人間的な関係と仕事能力、だから人間関係能力、これも能力とつけたらいいですよね。何かをなす、何かをなす力を能力、こういうふうに辞書に書いてあります。何かをなす力、だからここは仕事能力。で、私もその、部下を持つようになりまして、リーダーシップの勉強に行ってる時ですね、福岡市内で終戦後間もなく研究を、リーダーシップの研究を始めて、世界的なリーダーシップの研究者になられたのが九州大学の三住教授だったんですね。で、その方の勉強会が福岡で、その人のお弟子さんの勉強会があってまして、私も行ったんですね。で、その時に、人間関係と仕事遂行能力と2つある、でこういうことを言ってあったね。もちろんこれで、この意欲をここに3つ入れてあったね。意欲で、皆さんの後で説明しますけど、 B4 のコピー回しましたけど、これがこっちに一緒に入って二次元で捉えてあった。と、二次元で捉えるとね、やっぱり、ね、無理がありますね。仕事遂行能力の中に、これが入ってくるとちょっと難しくなる。で、私はもう3つに分けるべきだと。で、三住先生はどうやってそのリーダーシップの構成要因を発見されたかというとですね、リーダーシップの実力を高めるには構成要因を明らかにしないか。で、その構成要因を明らかにする調査をですね、大会社でされたんです。で、大会社でされまして、そして、三菱重工の長崎造船所で実験をずっとしながらデータのですね、有効性を測定していかれた。で、三菱重工というのは3万人も4万人も人間がおるんですね。だから仕事遂行能力の内容が皆さんの、ところにありますけど、ここはね、ちょうど戦略を研究しとる時でしたけど、分かったんですね。仕事遂行能力の内容が戦術だけだった。これは戦術ですね。というのは、三菱重工ぐらいになりましたら、組織が7階建てです。ここが一般社員で、この上が主任で、係長、課長、それから次長、部長、取締役とかいうと、こう7階建てか8階建てになって、で、その現場のですね、実際の作業現場、実際仕事をしておる現場というのはもう戦術そのものなんですね。だから三住先生が、仕事遂行能力として重要な項目として挙げられたのが、実は戦術だけだった。で、昭和50年ぐらいからね、中小企業にも三住先生が開発されました PM リーダーシップというのを普及をされていこうとしたけど、入らなかったですね。なぜか、その時すぐ分かりました。経営規模が小さい社長の場合は、戦略、ここですね、戦略、目的、それから目標、戦略、それから仕組み、実行するために必要な仕組みを作りますね。で、従業員が100人以下の場合は、目的から仕組みまでを社長が一人で担当しますから、戦術だけだったら合わないんですよ。だから、その講演をなさっとる三住先生のところの研究者の人にね、いやー、この、仕事遂行能力は中小企業の場合規模が小さいから、目的、目標、戦略、戦術とか、こう戦術だけじゃなくて、これ全部入れないと合いませんよと言うけど、残念ながらですね、その実際大学を卒業して研究生、大学を卒業して研究生として、その九大に残られてずっと仕事された人で、仕事した経験がないもんですから、もう戦略戦術とか弱者の戦略強者の戦略言ってもわからないんですね。で、一時研究されかかったけど、結局ここは
そのまんまになりましたから、中小企業にこう浸透するのがね、非常にこの途中でこう消えていきました。で、今大会社だけでこの PM リーダーシップ理論というのはですね、使われているようですけどね。ですから結局これをいかにして高めるかということですね。でこれが1、2、3ですから、まあ立方体になりますね。立方体で力というのは全部立方体になっています。パワーというのは構成要因を調べると全部立方体ですから、立方体にこうで、これが、奥行きでもどうでもいい、サイコロですから、どっちの角度を見てもいいわけですね。でこれを縦軸に持ってきてもいいし、奥行きに持ってきてもいいしですね。でこういうふうに立方体、つまり容積になってますね。だから私たちの、人間的な力というのは容積になって、容積ですね。それで私はこういうコンサルタントのような講演業をやってますけど、まあね、今日コンサルタントの方も他にいらっしゃる。だからコンサルタントというのはここにはうるさいけど、これが大体ないですね。これ弱いです。やっぱり財務分析とか経理系統から来てる人はこれが弱いね。でこれが強い人は声が大きいです。割合ね。声が大きい。だからまあ日本的リーダーシップのこのなんかわけのわからないやつは大体声の大きさで決まるというでしょ。だって会議の時なんでね。これが弱いね。私なんかもうつくづくもうね、意欲が弱いなとね。やっぱ願望水準が低すぎる。自分で思うのは願望水準が低すぎるなってですね。だから願望水準ということでいくと、まあ100人おって一番だったら私はもうこの辺だなと自分でつくづく思いますね。うん、お金は欲しいんでしょうけどね。でしょうけど、その 何百億をどうしても欲しいと、そう真剣に思ったことないですもんね。なんかこう研究しとる方が楽しいなっていうね。こっちが好きですね。やっぱこれが弱いね、こういうのが。だから自分は願望が弱いな。スポーツなんかでなんですか、あこの間会ってましたね、もうサッカーなんかでやっぱりこのトップの選手中のこれが強いね、ものすごいです。まあ一番これが発見するのは相撲とか格闘技のプロレスとかボクシングでしょうとかね。もう私なんかこれがやばいね。人間関係能力ね、これは報いを求めない親切で、思いやりとかね、気をかけるということですね。でこれは私なんかこれもダメなんですね。なんかカッとなった後根に持つ、もうこれダメだそうするとね、人間関係うまくいかない。根に持つと顔に出るね。全部顔に出るんですよ。子供がね、一番、子供は防衛力がないから。で、小さい子供は防衛力がないですから、顔を見て、瞬間にこの人が自分を気に入ってるか気に入ってないか見るの、もう最高の能力だそうです。だから幼稚園と保育園の子供を連れてきて、このおじさんはたくさんの人を動かす人かどうかって、もう一分で知りつけた。だからたくさんの人を動かす人っていうのは根に持っちゃダメなんですね。これ根に持つ、もう私なんかはこれ根に持つね、もうカーッとなると3日くらいボソッとしてるから、これ私もダメですね。だから本田宗一の先生なんか、もうガーッと怒ってて、次の日はケロッと忘れてるとかね、もう そういうのが、こうコロッと、カラッとすると、次の日はもうパッと切り替えるね、チェンジが。だからパッとこう、前の日にガーッと徐々に怒鳴っておいて、次の日はカラッとしてね、いや、おはようとかね。昨日ガミガミ言うとって、次の日おはようとか言えるかとこっち思うでしょ。それがやっぱ切り替えが早い、ね。だからものすごい何千人のリーダーっていうのは切り替えが早い。本田宗一郎先生なんかもうスパナ投げつけと怪我さしといてね。お前昨日なんで怪我したんやん。松下幸之助先生なんかもそうだすよね。もう昼ガミガミ言うてね。もうみんなの前でドラにつけとったら、夕方ね、やっぱり12時頃電話してくるそうです。いやー部長お前昨日ね、今日えらい昼悪いこと言うたな、ガミガミ言うたからもう俺も眠れんで困っとる、もう悪いことしたな、
もう今度はおとなしくゆっくり話し合ってするからな、悪かったなって言って、もう昼起こった人は全部夕方電話しようかす、夜。向こうも眠れんだろうということで、12過ぎて電話するんですね。もうちゃんと計算済みでね。だから松下グループは今、7万人ぐらいおりますかね。その大リーダー。だからもう、たくさんの人を使うリーダーっていうのは、これが並外れてるんですね。並外れて、これがついてで、心当たりのところがね、違います。忍耐力がそうですね。それからあとは仕事遂行能力ですね。自分が担当している仕事に詳しい。でこれがで、ここに詳しい人間は馬の子ほどおるんですよ。でこれが3番目なんですね。3番目。で、これ上とつける。で、リーダーシップ力を高めるには、まず要因を明らかにして、上とつけて、そしてあとはこのレベルの高め方を研究していくというわけですね。ですから、レベルの高め方を。で、上とつけますと、これが 57%。ですからこの意欲っていうのが 57%、7.1。57.1%。それから、人間関係の方が 28.6%。それから仕事遂行能力 14.3%。仕事遂行能力が高ければそのいい会社ができて経営で成功するかって、そうじゃないんですね。こっちも見ると圧倒的なの、こっちも人間的側面ですね。一部でこの仕事の方はあの論理的で数学で物理的、ここは非論理、こっちは論理だから、仕事ですね、いろいろ詳しい人っていうのは案外こう 人をバカにする。学歴が良かったらこう覚えるのが少ない人、これがあの人をバカにするね。そういう人はたくさんの部下を持てない。だから自分自身を振り返ってみて、ああ自分はもう15人以上は人を使うといかんな。で一生懸命さとかいうのは少数の人で毎日に会ってたら分かるんですよ。で一心伝心中が大体もう15人か20人までぐらい、それ超えるとね、1週間に1回も物言わない人を動かすというのは大変なことですよ。で毎日に会ってたら分かるんですよ。だからもう人数が30人超しますと毎日にこのコミュニケーションを取ることできなくなって、時間の都合でですね。だからああ自分はもう15人ぐらいが限度なんやなと思ってですねおるわけですけど、でこれを高めるにはどうしたらいいか、次はこれレベル高めないかなとですね。そこで、ものすごくですね、意欲の強い人、ものすごくこの願望が強い人というのは結果として長時間労働、これはみんな長時間労働ですから、ここはもうエジソンなんて1年に6000時間、ね、ビル・ゲイツなんかも6000時間、資産が14兆円とかいうようなですね、すごい人がおります。まあ日本九州出身の事業家では稲盛先生が、あの方も5000何百時間を30何年やってますね。ですからその一代で大企業に持っていった人はものすごい長時間だということはね、逆もまた真なりですから、長時間労働するとこっちに転換するだろうと思ったね、逆もまた真なり。で物質をですね、物質を光の速度に近いやつでボーンとぶつけるとバーッと一瞬エネルギーに変わってしまう、全部でエネルギーにバーッと変わりまして、その後ちょっと温度が冷えるとまた物質がポーンとできるそうです。あの今どっかで作りよるでしょう、ものすごい速い加速器中のね、ものすごく大きいで磁石でビューッと引っ張っていってね、ぐる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 何十回も回しておくと光の速度の8掛けぐらいまで近づく物質だと、物質、そしてポーンと正面衝突させるとね、瞬間にバーッと全部エネルギーに変わる。でそのエネルギーに変わった瞬間にすぐバーッと広がった後温度が冷えるとまた物質がポロポロポロって出てくるそうですよ。だからエネルギーイコール物質、物質イコールエネルギー、だからエネルギーが物になりですね、物がエネルギーになり、僕言ったら来たりしますね。こういうのが私も好きで、アインシュタインの法則の
なんかもう十何冊持ってですね、わけわからないように読んどるけどね、それで、あ、ものすごい意欲が強い人は朝早起きで長時間労働、あ、そんなら朝早起きで長時間労働するとこっちの意欲が少し高まるんじゃないか、こういうことを考えたんですね。まあ、物理が好きでやってましたから、そういうのは、早く気がつきましたね。よし、これじゃあもう長時間で、長時間労働でなんか仕事をやり遂げて連続して1位になると欲望が出てきますね。なんか連続して1位になると欲望が出てくる、欲が。でそれが、自分の意欲とか熱意に変化する。確かにそうですね。で自分の力で、何かを成し遂げてそれを連続して3年5年こう維持した人は、やっぱりこの信念にこれ変化する。だから連続して1位を取った人はそれが信念に変わる。だからこのやる前から信念が持てる人っておるけど、それはね、1万人に1人ぐらいですよ。やる前から信念が持てる人っていうのはね、それはもうほんの少数派、たまにおります。やる前から信念が持てる人、ね、私なんかもとてもそんなの持てないね。もう常に失敗ばっかり考える。もうできるのか本当にね、やれるのかなと、大丈夫かなとかですね、やっぱ悩みますよ。で私は本を今まで書店ルートで11冊本を出しまして、全部で30冊ぐらいの本を書いてますけどね。1冊目の本を書くときに、これ皆さん半年以上かかるわけですね。日曜祭日も土曜日休みや書いて、で本当に本になるのかな、本当に本になるのかな、しょっちゅう考えるもんですから悩むでしょ。悩んだから1冊の本が出来上がって書店ルートに並んだとき、虫歯になって2本取れました。で1冊出すために1本入れ歯です私今5本くらい入れ歯なんですよ。本当にもう悩みから。でデール・カーネギーの、ほら皆さん道は開けるってあるでしょ。ものすごく悩むと一晩でノイロゼみたいになると虫歯に一遍でなるそうですね。自律神経が狂ってしまうとカルシウム分が一遍で不足してね、その証拠は歯に来る、歯から。で私もね、本を1冊出すたびにその最初の4冊ぐらいまで全部1本ごと虫歯になってポーンと真っ二つに割れるんですよ、ポーンとね。でこの頃はもう虫歯にならなくなった。つまり最低でもどれぐらい売れるっていうのが分かりますから。で売れるときは自分が買い取ってね、講演会に並ぶときは売れるじゃないかと思うでしょでも売れます。これ講演会に並べておいときはね、大体社長が集まると、1割5分ぐらい、やっぱ100人来ると15冊売れるんですよ。でこれずっとやっとったらいつの間にか売れるんですよ。だから今はもう本出してもその虫歯になりません。だからやっぱそれ信念ですね。だからその最初からこれの強い人と、先天的な人とですね、それから後天的とか、天はこれじゃないね、これ先天はこういうこういうこと、後天は転ぶね、こっちじゃない どっちですかね。後天的ね、私なんか後天的ね、つまり体験しないとその意欲にならない、こういうタイプね。だから文句なしにこっちが多いということが分かったですね。文句なしだから、うまいね、リーダーっていうのはまあまあの力の人をうまくおだてに乗せて、まあ悪い言葉で言えば豚もおだてが木に登ってですね、上の方でしがみついとるうちにこのひずめから指が出てきたというように仕切ったら最高のリーダーですね。最高のリーダー、だからそれができる人は一番いいリーダーです。でそれ体験するとそれが出てくるね、好転で。で私は一定の時間で、先ほど、長時間労働と言いましたけど、私はそれをね、長時間労働というのでは尺度がない。だから何時間働けば大体いいのかと、基準値を作らんとこう具合悪い。そこでランチェスター法則を応用して必勝圧勝 の比率掛け算をしていったらですね、出てきたんですね。だからこれなんかただもう言いがかりみたいなもんと思いますけどね、3200時間がまあ必勝で、3700時間が圧勝で、
それから4140時間が決死型、だから死んだつもり、私は死んだつもりって言ったら4140時間やっていただくとね、これ15年してもらったら誰でも何かをする。で、私もその自分が体験して分かったんですね、これかこれを15年仕切ったら誰でも何かをします。ただそこが通